こんにちは、ポポです。皆さん、好きな子とデートってどこ行きますか？やっぱおしゃれなところや最高にいい雰囲気のところに行きたいですよね。そう考えている男性諸君の皆さん、ぜひここに連れて行って告白でもしたら絶対に振られること間違いないスポットを紹介したいと思うので、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。今回紹介する穴場デートスポットはシーサイド平川マサルという結婚式場の奥の駐車場側になります。鹿児島市平川町さとりにあります。昼間と夜もどちらも違う雰囲気を味わえるので両方紹介しますね。向かってる途中のこの雰囲気からほんと最高ですよ。海がだんだんと見えてきて、ここにあるツリーハウスもまたいい味出しているんですよ。ここの広い駐車場に車を止めてゆっくりするって形ですね。ここの川にカモもいたりしてほんと可愛いですよ。とても居心地がいいんでしょうね。見てください、この海の音を聞きながら桜島を目の前にできるなんて最高のロケーションですよね。ほんとここはリラックスできるんですよ。僕もたまに一人になりたい時にここに来てのんびりしますよ。ほんと穴場なのでほとんど人がいないのもとても気に入っています。さらに海の目の前まで降りて行って海を感じることもできますし、軽く泳いだり水遊びもできて夏は気持ちいいですよね。でね、こっから山の水なのか岩の間から水が出てきてるんですよ。この音もね、またゆっくりリラックスできるところで涼しい気持ちになれますよ。こちらはとても風情がある感じの場所で、小さい池に小さい橋があって綺麗な鯉も飼ってるんですよ。まさにここで鯉が実るようにと込められて飼っているんですかね。ほんと最高に綺麗ですよ。ここにね、湧き水が湧いてるんですよ。すごいいい感じですよね。とてもこだわって作っている感じだなって思いました。日中はこんな感じの雰囲気を味わえますね。続いて夜です。夜だと一段と雰囲気が変わるんですよ。ライトアップもされていて、ほんと不思議な世界に行く感じです。向かっていくとあっちこっちでライトアップされているので、まるでイルミネーションを見ている気分ですよ。到着しました。めちゃくちゃ綺麗すぎません？ジムニーもめっちゃいい味出していて、まるで光の影響でジープに見えちゃいますよね。ここに女の子を連れてきたら間違いなく喜んでくれるんじゃないですか？ここは夜の21時半ぐらいまでは空いているので、ぜひその時間を狙っていくのもおすすめします。そして夜のこちらの池と橋もいい雰囲気になってますよ。ここに座っとくだけでリラックス間違いないですね。ここの橋から見るこのライトアップはホタルを見てるみたいですよ。夜は静かすぎて怖いと思われる方もいると思いますが、そんなのも思わせないほどのゆったりできる空間に仕上がってますよ。ところどころに通り抜ける道ができていて、まるでジャングルを進んでいる気分にさせてくれますよ。なんかほんと不思議な世界に迷い込んだ感じになりますね。最後にこちらものんびり散歩できます。静かな雰囲気で水も流れていてゆっくり最高です。こちらの建物は昼間はお食事が食べれるので、ぜひ今度食べて満足できたら紹介させていただきます。ほんとデートにはもってこいで、最高の雰囲気とロケーションの中で告白したい方はぜひこちらに好きな子と足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ポポでした。